パンジー・ウォンはニュージーランドの政治家、中華人民共和国上海市生まれ、香港育ち。本人は貧しい家庭の育ちであると語っている。1974年にニュージーランドへ移住。カンタベリー大学小学部で会計学を専攻し、公認会計士資格を取得。大学卒業後は公認会計士として活動。地方行政活動に多く携わり。 カンタベリー地方議会議員、リンカーン大学評議員、カンタベリー大学諮問委員会議員、クライストチャーチタウンホール評議会会長、ニュージーランド政府観光局評議員などを歴任。ニュージーランド国民党に所属し、1996年の議会総選挙で比例名簿入りを果たし、アジア啓発の議員になる。2002年、2005年の総選挙では、 オークランドセントラル選挙区から出馬するも、ジュディス・ティザードを前に敗北し、比例復活で当選する。2008年に新設されたボタニーに選挙区を変え、小選挙区で勝利する。ボタニーの地域人口の約33%はアジア系住民である。ジョンキー政権で初入閣し、民族問題担当大臣、女性問題担当大臣に就任する。 自己保障公社副大臣、運動障害担当副大臣、エネルギー資源副大臣を兼務する。2010年11月、議員に適用される国際線航空運賃割引制度を利用して、マレーシア人の夫と2008年の大臣就任以降、中国へ渡航し、商談を行った疑惑が発覚する。運賃割引制度は商談利用を認めておらず、また、 商談契約書の承認欄にパンジーが大臣名義で署名したことも問題視された。パンジー自身は疑われるような疑惑はなく、大臣職を利用し商談契約書に署名したわけではないとも反発したが、承認住居欄にはボタニーにある議員事務所を明記しており、議員事務所の設立費用に多額の公費が投入されていることからも問題視された。パーラメントはこの疑惑に対し、 調査委員会の設置を了承し不正支出に関する調査を開始した。同年11月12日、パンジーは不正支出を認め、大臣職を辞任した。前日の11月11日、キー首相自らがパンジーへ辞任勧告したことを認める。同年12月14日に議員辞職を表明した。ありがとうございます。